ずは1億円借りたお金を踏み倒しています。まあ、これは2019年の選挙で、まあ、彼自身が個人的に借りたお金1億円です踏み倒しています。そうすると彼は強制執行もされないし、まあ、ある意味税金の脱税もできるのでっていう話を、黒川敦彦さんという人の悪口をいっぱい言います。それまでさすがに彼にもね、一応元部下なので、ほったらかしにしてたんですけども、ちょっとしつこいすぎてですね、この動画は黒川くんがツイッターで僕や僕の関係者の悪口を言うたびにこれを貼り付けていこうと、もう邪魔くさいのでこれは言わないですけども、まずは彼は金の亡者です。もう金なんですよ。で、まるで僕が金の扱いが悪いみたいなこと言ってますけども、まずは1億円借りたお金を踏み倒しています。まあ、これは2019年の選挙で、まあ、彼自身が個人的に借りたお金1億円です踏み倒しています。これは、貸した人が黒川君に対して裁判をしてですね、裁判で勝ってます、お金返せと。このまま彼は自分で個人的な収入を得るとですね、全部強制執行されるので、彼自身が選挙に出ない理由ってそこなんですよ。地方議員に当選しても1億円の借金で議員報酬全部持っていかれるから立候補しないっていうこと。代議員の、まあ、今回彼が NHK 党の名簿順位3位だったんで、1番ガーシーが辞めると2番の山本太郎くんなんですけど、山本太郎くんは名義貸しだったので、まあ、彼に500万あげて彼も辞めて、で黒川くんは3位でそのまま彼が辞めなければ国会議員になれるんですけど、要は1億円借りてるから彼は議員報酬全部1億円の債権者に持っていかれるから、それで彼は斉藤健一郎くんに議席を渡すことに同意した。でその代わり月130万円、まあ、ちょっとでも多くくださいということで、130万円彼の個人的な口座じゃなくて彼のやってる政治団体にお金を払うっていう話をしたんです。そうすると彼は強制執行もされないし、まあ、ある意味税金の脱税もできるのでっていう話をしたんですね。で僕もその時は、まあ、黒川君のことを信用してたのもあって、でそれでいいと思ってたんですけども、彼のその前の素行ですよね、いわゆる女の子、これもうガチでやろうとしたんですよ。大津さんに無知で殴られたら1万円とかもうみんな出てきてるんですよ。なんか亀甲縛りをして10万円とかね、だかそういうことも、政治資金でやることが脱税になるからっていうことで、本当にお金が汚いし犯罪を平気でしてます。でこの前も収支報告書っていうのを出さずに彼は起訴猶予処分になって刑事事件として、訴えられて起訴猶予処分になってます。彼は僕のお金の使い方についてガタガタ言ってきてますけども、私は一切不正しません。でも彼は自分の政治団体の報告すらせずに、それがもうちょっとで起訴猶予処分になってるんですね。で言い出したらキリがないです、彼のお金に対してのことについて。これぐらいにしときますけども、とにかく彼がいろいろと私だけじゃなくて私の周りの一般人の人も責めてるんですよね。でここについては今刑事告訴も含め民事も刑事もやってます。で刑事は何をしてるかって言ったら選挙の自由妨害です。まあ、これはもう警察にもちゃんと申告し、新たに、刑事告訴もしていきます。だから今ねやっと時間が経って、その僕が黒川くんを切り捨てに行った大津彩香さんもそれと未だにひっついてるんですけども、お金に汚いのは誰かって言ったら、まあ、はっきりとここは言っとかないと、僕こそねちゃんと皆さんに報告をして、それはもちろん例えば僕が3000万報酬もらってるって言ってるけども、俺は国会議員を辞めて浜田君になってもらって、その報酬とほぼ同等のお金もらってるだけじゃないですね。まあ、今回それを言われたので僕はもうその報酬いらないということをします。僕に本当に不正なお金の使い方があるっていうんだったら、どうぞ本当に具体的な案を出してください。具体的な事例をね。その黒川君と仲良くしている大川博士っていうね人も、僕がなんか連休明けに逮捕されるとかで平気で言ってましたけど、逮捕されてないじゃないですか。であまりにもお金に汚くて平気で嘘をつくので、一つ一つのツイッターに反論するのやめます。さらにこの動画を毎回貼り付けていきます。だから僕が貼り付けるのも時間もったいないので、黒川くんが変なこと書いてたらこの動画を貼り付けて、僕が悪くないとね。黒川くんはあなたじゃあ130万円もらえる権利があるんだったら裁判してきたらいいじゃん。あなた1億円の借金踏み倒してますよね。その裏側の動画出てますよね。都合が悪かったら逃げるのは黒川くんですよね。でもうここはあまり言うと良くないかなと思ってたんですが、あまりにも僕の周りを攻撃していくから、でここについてもちゃんと法的措置を取ってますから、皆さんもう少しお待ちくださいということで、以上で終わります。